キリボン・林家は、台湾で著名な一族である。19世紀中央から、台湾中部の電磁を経営し、太平天国の乱、対牛を春の乱の平定や神仏戦争に関わり、数千の兵を抱え、小能の専売権を得るなど、新朝統治時代の台湾で、最も影響力のある家族であった。国民政府が台湾に移った後は、キリボン・林家の家族は、 消化銀行を経営し、金融界に影響力を発揮している。キールンカオケ、板橋リンカ、鹿、港小屋、高内ニアともに、台湾語大家族と呼ばれている。キリボン、林家の祖籍は、小州平和圏後西郷本坪村で、1746年に、台湾に渡ってきた。初代の林医師は1786年に、林総文の反乱に参加している。 林医師の孫の林木の江虎の時に、後を切りに移住し、家族経営を開始した。林木の江虎の孫の林文札は、小東海の反乱、太平天国の乱、太宇を春の乱の鎮圧に活躍し、総兵の地位を得て、霧本林家は大きく発展した。1884年、林文札のこの林家サムネが、共有2000人を率いて、 神仏戦争で功績を立て、完食を得た。林家サムネは、その後、石油ドンの反乱の鎮圧にも活躍している。こうしてキリボン林家は1890年代は、商農販売の独占権を得るなどして、大きな利益を得ていた。しかし日清戦争後に、台湾が、日本領となると、林家サムネは、台湾民主国に参加し、日本軍に敗北して、 福建省に逃れ、上海で隠しした。1900年代、林家サムネのこの林志向の代になると、林家の資産の大部分は日本に接収された。1915年、林志向は大陸に渡り孫文の中華革命党に参加し、1921年には大元水府の武官となった。しかし彼は1925年に、 軍閥のために暗殺され、キレミネリンカで、政治、軍事に関わった最後の人物となった。林文札のいとこで巨人の林文金とその子の、林剣道は、文学、演劇、美術を愛好し、囲碁切り本林家は、文芸で知られるようになる。林文金は、雷園という庭園を建設し、林剣道は教心たちと共に大中一中を、 建設したことで知られている。ありがとうございます。